ポケットモンスターシリーズは25年にわたってシリーズを展開してきました。しかし計画していたポケモンのシリーズおよびゲームソフトが全て出たとは限りません。今回は幻になったポケットモンスターの作品について迫っていきましょう。んじゃす、どうもサオでございます。いや、オーラス強化期間終わりましたね。お前レジ系の解説してないぞ。あのレジ系に関してはですね、あの僕の動画、じゃあ僕のあのなんだろう動画欄を見てみたらわかると思うんですけど、もうね、あのかれこれ5、6本ねレジについて話している動画がね、いろいろあるんですね。だからもう大丈夫なんじゃないかなって思いました。そう、いい感じに言われたらそうかもしれんな。カプセルモンスター、こちらご存知でしょうか。こちらの作品はポケモンのプロトタイプみたいなものになります。海外の記者さんがカプセルモンスターかっこポケットモンスターのプロトタイプ版、こちらの画像を入手しています。URL は、概要欄に記載しておきます。なぜカプセルモンスターという名前がついていたのか、それはもともとポケモンをカプモンとして売り出そうとしていたからです。なぜカプモンからポケモンになったのかっていうと、もともと商標登録がされていたからなんですね。まあ時代背景的にこういうコピーライトみたいなところってね、かなりぼやけている部分ではあったので、実際に開発中にやっべえこれカプモンもともとあるやんみたいな話になりました。じゃあなんでそもそもカプセルモンスターなのかっていうと、モンスターボールではなくカプセルっていう名前で、そこからガチャガチャのようにポケモンを出すっていうね、そういうシステムだったみたいです。プラスアルファ、あのウルトラマンが好きなんですよね、開発陣って。まあ、例えばあのダイマックスとかね、デンデンデンってでかくなるやつね、あれはそもそもウルトラマンのオマージュなんですけれども、まあ、ウルトラマンに限らず、まあ、特撮ネタっていうのはポケモンに多く存在しているんですね。ちょっと長くなってしまったので見ていきましょう。こちらです、まあ、ガルーラ、コダック、なんかキモいおなゾウさん、この流れでゾウさん、まあ、風船、これがね、そういうデザインが公開されてます。でタイトルこちら、はい、カプセルモンスターズ、すごいですね。でこれあの紙の資料なんだそうです。だからあの印刷のね汚れがついてたりするっていうね、ちょっと面白い、まあ、なんかそんな感じになってます。で、そっからこちらのロゴにね一回変わったみたいですね、ポケットモンスターズで。特撮好きって言ったんでね、こういうねゴジラ、まあもともとこれ多分サイドンのプロトタイプだと思うんですけど、まあ、ゴジラが好きなんかなみたいのもあって、なんかメカゴジラみたいなものもあるよってね、長々と英語でね話しておりますね。はい、で、ポケモンの原案みたいのがねずらっとね書かれているページがありました。これですね、すごいねこれ意味わかんないね、もうなんか原、あーでも原型あるな、右下すごいんじゃないこれ、まあ、幽霊はもともといたっぽいけど、これプテラとさ兜の化石っすね、これめちゃめちゃすごいっすね。あ、僕も初見です、ちなみに。うん、まあ結構ウルトラ怪獣ネタがね分かる人はこれかなり面白いらしいですね。でこのゾウとかがね、ゾウの花子っていうのが流行ってたらしいです。もう僕も知らん世代ですね、この変なやつが。ウルトラ怪獣のウーからインスパイアを受けてるんじゃないかって言われてます。でこの風船はプリンの原型らしいですね。まあいろいろありますね。とこれザボアザギルじゃない、ザボアザギルいるね。うん、ザボアザギルがいて、あとは脅ししかな、これポケモンワンツーで出そうとしてたんで、まあ金銀のポケモンがいるのも変じゃないかなって感じです。で、主人公が結構ビビるんですけど、ガチガチなんだよね。で、あ、ちっちゃくなる、あのピュン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 ってなると、うん、今の姿レッドの姿になるんですけど、これめちゃポケモンレンジャーかよって感じですけどね。まあ、これ見て気づいたんですけど、まあ、モンスターボールってさ、あの金銀までさ、あのカプセルだったじゃないですか。モンスターのボール の, あの中央のボタンみたいのがないからさ、だからもともとカプセルで売り出そうとしてたんだよねっていうね、まあ、そこはね確かに出てたかな、モンスターボールに。何なんだろうこれって思ってましたもん、僕も。モンスターボールアニメじゃなんかボタンついてんのに、これ何なんこれっていう。で裕次郎っていうのがいるんですけど、これがジムリーダーで没ジムリーダーらしいですね。あ、別の記事で見つけました。杉森さんが1,2,3って書いてるんで、これジムリーダーの順番ですね。これすごいな。
でもう一個一覧表みたいのを見つけましたね。でまあプリンの元って言ってたけど、これもう少し新しい分なのかな。これプロトタイプな、いやプロトタイプにザボアザギリみたいないなかったな。これどこの時点のデータなんだろう。だんだんブラッシュアップしていきましたよって感じですかね。ただポケモンの種類変わってるんでちょっとよくわかんないですけど、はい。でこれはちょっと何なんだろう、わかんないんですけど、一応結番についてのなんかまとめた画像らしいんですよね。例えば、ピリオド4のところに、あとピリオド2にもいるかな、結番がいるんですよね。このね、ドードリオの左とかね、イカの左とか。でこれが、削除された、ポケモンらしいですね。なのでこういう削除されたポケモンがそのまま残ってて、結番バグ、あ僕の動画参照、結番バグでですね、ここら辺が引き出されて、結番になったみたいな、そういう解説がなされておりますね。でもともとですね、カプセルモンスターが日本を舞台、関東地方っていう架空のね、場所ではなく日本が舞台だったらしいんで、新宿のジムリーダーとかがいるんですよね。で新宿のジムリーダーこちら、小学生が描いたドラゴンボールみたいな、これがジャックっていう名前らしいですね。でこのジャックっていうトレーナーは、実際に金銀でもこのジャックっていうねトレーナーが実際にあの削除されたトレーナーというかデータとしているんですよね。だからこのジャックは2回削除された男です。まあ、この辺も見たことないトレーナーっすね。マチスの原型かな、軍人なんで。でこれがねブルーっていうトレーナーになってます。実際にブルーはポケスペとかポケモンピカチュー、あピカブイで出てきましたけど、まあ、ブルーは実際にこの時からいたみたいですね。てかいたっていう話したかな、なんか確か。で一応女性主人公もいたらしいんですけど、データが削除されて見れなかったみたいなことが、僕の翻訳によると書かれてます。はい、続きまして地図ですね、こちらがですね関東の地図らしいですね。どこが新宿とかなんだこれ。これどうなんだろう、変わってんのかな、ちょっと見てみるか。あ割と原型はとどめてますね。知らん道がここに追加されてるかな、9番が多分知らん道になるかな。言い方によってこの18番道路あたりも、いや一緒だな、これ水道だな、9番水道だなこれ。一緒ですね。マップの構造的にこれ道路だけを表してるならこれ一緒だな多分。はい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 。まあ、ただ現実の世界がモチーフになってるんで、まあ、名前とかは変わったんでしょうね。はい、というわけでございました。カプセルモンスターいかがだったでしょうか。なんか結構ねちゃんと見たことは、名前だけ知っててちゃんと見たことはなかったかなって思います。ただラジオ動画みたいになってしまいましたね。これラジオ動画で出しておきますね。いろいろねあの幻になったソフトをまとめてきてたので、今度、ガッと解説しようかなと思いますので、ぜひともチャンネル登録をしてください。チャンネル登録をすることによって、ガチャガチャでシークレットが出る確率が5億万パーセント上昇します。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。